初めままししてゆいと申しますありがとうございますあのちょっと補足一応させていただくと、えーまあ、こんな見た目なんですがアメリカがすごく長くてあの父親がずっとアメリカの大学にいたので、えー、小学校はほとんど向こうでしたし、えーまあ、中高戻ってきてもともと東京出身なので一応この辺には住んでいたんですがやっぱりアメリカ愛というか洗脳されてアメリカに戻るんだって言って大学から向こうに行って。 そのままニューヨークでずっと仕事していてあの最初は音楽の勉強をずっとしたので自分はエンジニアとしてあの録音の仕事をニューヨークでしていたりとかその後テレビ局に移ってアメリカから日本にスポーツをずっと放送したりとか、まあ、テロを経験してそこでやっぱりいろいろ考えることがあって気が付いたらまあ東京に戻ってきてキッザニを立ち上げるっていうのも本当偶然の話で、ね、あまりこう教育にもともと関心があった人間でもないですし。 えー、たまたまそういう話をいただいて面白いなと思って純粋に何かそれをゼロからやれるっていうところに魅力を感じて、えー、立ち上げたら、えー、まあ震災が起こって、えー、今は宮城県の石巻市小勝町というところにおります、えー、そこからやってまいりました、えー、森海康というちょっと言いづらいですよねあの地元の方もやっと最近言えるようになってきたんですけど私も時々あの早口になると噛んでしまったりする、えー、我々は複合体験施設って呼んでるんですが一般的には自然学校とか キャンプができるところだよねとか、震災のことに触れ入れる場所だよねとかっていうあの認識をしていただいているような場所を運営しております。ちょっとそのまずはご紹介からさせていただきますね。森見やすというこの名前なんですが、まあ、森は分かりやすいと思うんですね。今日まさにあの佐藤さんのフォーラムですし、ワイスワイスさんがやられているまさにその森っていう部分だったりとか。 えーまあ、その森林が非常にあのこの雄勝町っていうのは多いので、えー、その森にかけてはいるんですけれども、えー、漁師さんがやっぱり、えー、森があるから我々漁ができるんだとかやっぱり森がこれだけ豊かだから湾内にすごくたくさんこう天然水が流れ込むんだよねみたいな話を非常によくされるので、まあ、やっぱり森っていうのはすごくキーワードだし、えー、単なるその森林っていう意味ではなくて、えー、やっぱり守っていくとか、えー、何かこう生み出すみたいな部分も含めて、えー 森っていうものを入れましたでまさにその漁業が盛んな町なので海っていうものは欠かせないなと思いましたしそれが生み出すとか熟成させるみたいなところですねやっぱり子どもたちの教育のための場っていうところが大前提としてありますのでそういったメッセージも込めて海という名前を付けて最終的に明日っていうのは。 これ本当偶然にちょっと思いついちゃったんですけどももともとカタカナでずっとあの書いていてここに行き着くまでに多分住民の方とも半年ぐらいずっと話してたんですけど最終的に「森海明日」っていうそのカタカナの「明日」ではなくてこれを「US」にしたら「みんな」っていう意味が生まれるよねっていうところで最初は「明日」っていう意味だけだったんですけども、まあ、私がもともと東京出身でありますしこの雄勝町はやっぱり震災後にたくさんのボランティアの人が来たりとか。 この森ウミアスっていうのを作るためにいろんな人が集まってくださったのでこういうみんなでこの子どもたちの未来でありそれが町の未来になるんじゃないかっていうことを夢に描きながら森ウミアスという名前で今やらせていただいております仙台はわかると思いますちょっと植え切れちゃってますが仙台左下にありまして右上の今ちょっと赤い丸がついたところですね半島部の町で雄勝町といいます雄に勝つっていうですねちょっと強烈な名前で 隣に女川という女に川というちょっと不思議な地域なんですけれどもまさに我々の法人も男だらけのちょっと変な団体ではありますがこの場所に本当にたまたま震災を機に私はボランティアで今も一緒に団体をやっている橘という東京時代の友人と炊き出しに行ったっていうのがそもそものきっかけですね。 このエリア行かれたことがある方は特に金華山であるとか大鹿半島なんかそうですけどもやっぱりリアス式の非常にこう豊かな自然環境が残っていますし震災後にこの雄勝町を含め宮城県のこの東部沿岸部は国立公園化されてますのであんまり知られてないと思うんですけどね三陸復興国立公園という名前で今国立公園の一部に我々はおります。 現地に震災直後に行かれた方とかいらっしゃいますかね、ボランティアで行きましたとか、あの親戚、お友達がいらっしゃるって方いらっしゃいますかね、最近っていう方はいらっしゃいますか、最近、震災後に行ってなかったんだけど、最近、くようになったとか、あんまりいらっしゃらないですかね、やっぱりそのボランティアで行くっていうタイミングがすごく多いですよね、あの今も熊本に行っているなんていう仲間多いですけれども。 これがちょうど先週撮った写真なんですけれども5年半経った雄勝町の現状はこういう形になっていましてこの真ん中の通りがもともと目抜き通りでこの通り沿いに数百軒の家や商店があったと言われていますでそれがまあ震災によって全て破壊されてこの町は4,300人いらっしゃった方々が町の8割を津波によって失われて人口もご覧の通りも海から山っていう感じなので仮設住宅があまり作れず 4300人のうち3000人ぐらいはこの地をもう離れて石巻市内の仮設に移られたと現状1000人ぐらいが住んでいると言われている町なんですが右の四角今つけましたけれどもこのような形でやっとこう盛り土ができ始めて高台ができ始めてここにもともとあった商店街とか家を建てるというのが現状ですね。 ですのでま,あまだまだ道のり険しい感じですしこの反対側、海が少し見えますけれどもそこに防潮堤の基礎工事が今始まり始めましたのでやっとこう住民の方のインフラというのが少しずつ整え始めて高台に家ができた方も少しずつ戻られているような状況が今の雄勝町の状況です。ここに先ほど言ったたたボランティアでたまたま 避難所で炊き出しをしていたらこの町の方々に声をかけられて小勝町で炊き出しをするようになってその次に地元の中学校の校長先生にお願いされて給食を作ってほしい、まあ、給食センターも被災されたので NPO の方だけど信用するんで給食作ってくださいと当時小勝中学校の生徒は全員家を失っていて中には保護者を犠牲になった子どもたちもいたものですから何かそういう子どもたちにきちんとこう人が作った温かい料理を 食べさせてあげたいんだっていう校長先生の気持ちに、まあ、あの揺り動かされてですね僕らなりにこう炊き出しをし始めたっていうのが全てのスタートですね給食を作ったっていうのが全てのスタートですでそうしているうちに放課後塾をやろうとかやっぱり夏休みは子どもたちをおがつにこう戻して先ほど言った通りこの地の子たちは石巻市内の仮設住宅石巻市内の校舎で曲がり運営をしていたのでおがつに子どもたちを連れ戻そう って言っていろいろとおかつの中に子どもたちを連れて、まあ、週末寺子屋のようなことをしていたら旧桑浜小学校というもう築今年で93年になりますね大正時代の小学校が高台にたまたま残ってまして2002年に生徒数が20人ぐらいになった段階で統廃校という形で隣の学校に生徒は移ったんですがそのタイミングでなんと卒業生の方々がこの学校を市から買い取ってしまったっていう。 ちょっとあの不思議なエピソードがありまして2002年から我々がこの場所を発見する2013年までは大事に卒業生の方々がまあ管理されて年に一度同窓会をしたりとかその時に掃除をしたりという形で使われていましたあの町が本当に僕らが行った時ももうぐちゃぐちゃでしたし前の雄勝町を知らない僕らにとっては何かここが昔のその雄勝を感じさせる場所だなっていうのはあの率直に感じましたし 屋根がちょっと特徴的でここ日本でで番石が取られている町なんですねあの皆さん書道で国産の硯を使っていたらほとんどそれは小勝さんの石を使っているんですけども屋根にも実は昔から使われていまして東京では東京駅の屋根っていうのはほとんどこの町の石を使っていたりするものですから何かそういった昔の小勝を感じさせるとか。 まあ私のような東京育ちアメリカで育ったような人間としてはこれが何か日本の原風景なのかなみたいなことも感じさせられるような非常にこう、まあ、チャーミングな場所が残っていましたのでなんとかここあの当時から僕らはあの社団法人で今もやらせていただいていますけれども、まあ、お金もないですしそんなにリソースがあるわけではないのでとにかくボランティアの方々を募って毎週末このような形で回収作業ですね解体をしたりということをしていました。 あの黒板が残っていてすごくかわいらしいんですけどもちょっと見えますかね閉校式の時に在校生の子どもたちが書いたメッセージが残っていたりとかまあ木造校舎であるっていうのもそうなんですけどもやっぱりこれを何か新しい建物に変えるっていうよりはえ学校らしさを残してえ在校生の方々にとってもえこれからいらっしゃる皆さんお子さんたちにとっても何かあの昔ここが学校だったんだっていうことを感じてもらえるようなえ施設を目指してえ少しずつまあ自分たちの手でやっていました。 で気が付くと本当にいろんな方がいらっしゃってあのここもちょっと分かりづらいんんでですすが柱下を継ぎ直してるんですねあの建築にお詳しい方は、えー、まあ伊勢神宮をはじめ日本のお寺や神社っていうのは何十年かに一度こう修復してますけれどもそういった家引き職人の方がわざわざ高知から手伝いに来ていただいてこの校舎の下に200個ぐらいジャッキを仕込んで日々1センチずつ浮かせて建物を直すようなことをしていただいたりですとか。 もう本当にボランティアの方は毎週末来られて多いときはこの週末200人ぐらいですかねいらっしゃってましたので何かこう本当に未来の子どもたちの学び場をみんなで作ろうとか学校づくりっていうこと自体があんまりねこう民間の人間としては関われるところではないのである学校に通うってことは皆さんしてますけれども何かこう本当に町の未来をみんなで作っていこうっていうあのムーブメントがこの頃からだん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 とできていきました。 で象徴的なのがあの実は私どもの施設は一応こうまあ関わられた建築家の名前たくさんいらっしゃるんですけどトップに来るのは熊健吾さんなんですねで熊研吾事務所でもなく熊研吾さんが自身の東大の生徒とあとは彼が招いたスタンフォードであったり世界中の建築学生が伊勢神宮の式年遷宮を見て日本の伝統的な木造建築の技術を学んだ後にこの場でそのノウハウをアウトプットしようっていうワークショップをやってくださいまして。 その地区90年ぐらいの廃校をこれからこの町を支えるまあ子どもたちだったりいろんな大人の方が来るためにはどんなデザインにしたらいいんだろうということをやっていただいてこのようなデザインが出来上がり我々がまた別の建築家の方に図面にしていただいて工事をしたりということで何かね多分普通にこうお金払ってもやって下さらないような方がやっぱりこう自ら集まってくるっていうすごくこう不思議な。 まあ震災っていう非常にね悲しい出来事がきっかけではあるんですけども何か明るい未来を感じさせるような出来事が2013年からずっと続きました、えー、まあ私が東京にいたり前職あのキッザニアをやらせていただいてキッザニアもうすごくこう企業さんのお力を借りながらスポンサーシップを得ながら運営していくという事業だったこともあって。 まあやはりいろんな企業のネットワークあとは財団ですとか国の機関ですねと、えー、いうところからのお力も借りましたし、えー、面白いところは後ほどまた少し話しますが、えー、ロート製薬さんとかベネチセさんなどはお金を出すっていう形ではなくて社員を出向させてこのプロジェクトを一緒に回していくような方々を何年もお貸しいただいたりとか。 本当にちょっとこう企業にとっても地域に関わる、まあ、社会貢献って言われがちですけれども震災を機に地域に関わるっていう関わり方がだいぶ変わってきたのかなというのは感じているところですね。2015年の7月にオープンしましたので今で1年ちょっとですねこのような形できれいに改装されてもともと小学校だったところがそれぞれの教室を例えばこう食堂に変えたりですとか ここ食堂の家具をあの s o y s o さんの家具を入れさせていただいてますのでえ国産材、ものかの町の木もここに使われているというね不思議な縁がありますがえ寝室だったりとかえ今はあのいわゆる勉強するという教室ではなくてですね人が滞在するいろいろな体験ができるような活動の施設に変わっています。 ちょっと写真切れちゃってますがあのこんな感じで、えー、大体見ていると地元の子3割都市部、東京だったり仙台だったり関西の子たちが6割あとは夏休みなどは結構海外からも子どもたち来るのでそういった子たちが1割ぐらいの比率で夏休みなど本当に賑やかに毎日こう廊下をバタバタ走ったり騒いだりっていう光景が見られますねあの学校は、ね、走ると怒られるじゃないですか。 宇宙はどうぞっていう感じなのでもうひたすら廊下を走り回ってますね子どもたちは、えー、こんな施設を、えー、今やらせていただいていて何をやってるかあ,のあんまり今日は詳しくお話できないんですが、まあ、インターネットみホームページを見ていただいたりとか、えー、今日資料もお配りしていると思いますがやはりその森と海がつながっている自然環境の中でその循環する暮らしサステナブルっていうことを子どもたちに感じてもらうっていうのが、えー、主なテーマですねただそこで登場する地元の方々は皆さん被災されてますし本当にまだまだ大変な あの生活をされていいらっしゃる方も多いのでそういう震災っていうものがどういうことだったりとか逆にそれを経て今生きてらっしゃる方々がどんな思いで生活されていたりとかあとはやっぱり防災についてっていうことを非常に強く最近現地の方はおっしゃるので万が一にもこういうことが自分の地域に起こったらどんなことになるんだろうねどうやって逃げればいいのかなとか、えー、昨日も、ね、ちょうど大川小学校の判決がありましたけれどもやっぱりなかなか普段あの東京にいると考えないようなことを、えー、考えさせられるきっかけっていうものが、えー、たくさん この地であったりモリウミアスにはあります、はい、で今日はあ,のあんまりこうモリウミアスの紹介に来たっていうよりはあのテーマがテーマでありますしやっぱりその未来であるとか先ほど柳澤先生もお話しされていた次世代に我々が何をしていけばいいのかっていうところを、まあ、私個人ですねイコールモリウミアスでもあるんですけれどもとして少しお話しさせていただきたいなと思っておりまして。 えまずあの私は子供の頃から本当に親の影響があってこう常にキャンプに行くような家族でしたしまあ父親も母親も2人ともこう登山部ワンダーフォーゲル部みたいなあの世代だったので常にこう山に登らされていたんですよねでまあ当時はあんまり何でしょういい思い出はなく辛いなとかしか考えてなかったんですがやっぱり大人になればなるほど自然へ回帰したいというか自然に内包されたいみたいな気持ちはどんどん強くなりますし。 私は東京からこうアメリカに渡ってしかもニューヨークのようなところで働いてで戻ってきてっていうまあキャリアを考えるとやっぱり今はこういうところにいるとすごく居心地がいいんですよね。で皆さんも間違いなくこの写真を見ても感じることってすごくいろいろあってネガティブな印象っていうのはあんまりないと思うんですよね。やっぱり先ほど本能ってお話もありましたけど人間も動物ですしやっぱり休みがあるとこういうところに帰りたいとか。 こういうところで感じることっていうのはやっぱり都市部では感じられないものがたくさんあってこういう環境こそがあの僕は日本のの地域が持つ魅力なのかなかと思っていますあの先ほどちょっと写真にありましたけど子どもたちが間伐をするんですねで最近あの杉林がだいぶ間伐されてきて食事もしたりしてますけれどもそうするとやっぱりみんな,なんかのんびりした時間が流れ始めてあの僕らが何も言わなくてもなんかこう勝手にみんなで座って景色眺め始めたりとか。 まあ、キャーキャー走ってる子もいますけどなんか森ってこう癒やし平和な時間がすごく流れるというかあのそういう環境がすごくあるなと思いますでそこでやっぱり育まれる、えー、そのミネラル豊かな土壌から生まれる水ですよね山に降り注いだ水が、えー、ここ五月町ですと本当に山頂からすぐ下のところでもう沢が始まって、えー、そこからちょっと歩くともう海なんですよね こういった自然の凝縮感というものも日本のリア式海岸の特徴ではあるるでしょうし、まあ、とにかくこれだけ紅葉樹林が豊かで水が本当にきれいで飲めて魚がたくさん泳いでいるというところはなかなかやっぱり世界広し広けれどあ,のあんまりないんじゃないかなというのは改めてこういうところにいると感じているところですね。まあ、見てるだけで癒されますよね。 最終的には本当に海に1時間ぐらい子どもたちと水のトレースをしようなんて言って山の中に入って最終的に海まで行ってってやっていますけれどもやっぱりあの先ほど漁師さんが言ったその山の水のおかげで漁業ができるんだよっていうのはまさにこういうことなんだなと思うんですが塩分濃度がここは非常に薄かったりとかやっぱり透明度が非常に高かったりとかものすごい量のプランクトンが発生していてやはり他の地域に比べると養殖漁業が非常にやりやすい貝類の成長が早いとか。 まあ聞けば聞くほど自然の力のその雄大さというかえでもやっぱり何か人間がこう作ろうと思って作れるものじゃないなとかそこに流れる時間の長さとかえやっぱり何か人間が普段こう暮らしている中で忘れ去られたことまあ今の現代だからこそ失ったものっていうのはたくさんこういう地域にはあるなということを最近すごく感じています。 ホヤ、えー、を生で食べられた方っていうのはあんまり東京はいらっしゃらないと思うんですが、えー、僕らなんかもう本当に夏前ぐらいですね6月ぐらいからもう毎日のようにホヤ食べてますし、えー、ちょっとね見た目も変わってますしホヤってン果ちゃん知ってる聞いたことないよね九州の人は多分全く多分接点ないよね宮城が最南端なんですねですので北海道青森岩手宮城で作られている本当に変わった これは、ね、哺乳類らしいよ、自分もそこまでまだ勉強できてないんだけど、変わった生物です。美味しいいでですすよね酒飲みにはたまらないものですあとはやっぱり、ウニ、アワビですね、あの養殖のホタテ、カキも5月有名ですが、えー、天然のウニであるとかアワビっていうものも、あまり流通はしないんですけども、たくさん取られて、えー、見るからに美味しそうですし、あの本当にお腹がね、あの今ちょうどおやつの時間なんで空いてきますが、地元の方はこういうものを朝ごはんで食べるんですよね。 そういうことが普通に暮らしの中にあったっていう文化がまだまだ日本にはありますしその対比っていうものがね今まさに我々とここ東京にいますけれどもあのすごく、まあ、ある意味面白いですよね地元の方先ほどお話しされたこの方も被災されてねもちろん漁具は失っていますし家もないですし。 命からから逃げてやっと今家が建って戻ってきて漁業もずっと仮設から5年ぐらい通ってやっていたような方ですけれどもやっぱり震災をきにすごく変わられたなって印象を僕は持ってますし昔はこんなに笑う方ではなかったですし僕らとコミュニケーションすらあまり取らない何かこう職人気質なすごくある意味かっこいいんですけれどもあのコミュニケーションに関してはあまりこう得意じゃない感じの方がやっぱり震災を機にいろんな人と会うようになったとか。 あとはやっぱりものすごいご苦労されたっていうところからどん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 こう開かれていってあの今は開放的に外から来る人を受け入れたりとか逆にこの町が持っていたことをこれからどう,こう引き継いでいったらいいのかっていうことをすごく真剣に考えられていらっしゃいますねあとこの方語り部さんですけどもやっぱりご自身のご実家をなくされてそこで語り部をしてフラワーガーデンを作って地元の方がたまに癒しに戻ってこれたらいいなとか逆に訪れた方がちょっと休憩できるようなスペースをっていって え沿岸部はご存知の方も多いと思いますが基本的にはもう行政の土地になって自由に使えないんですよねでもこの方はいまだにあの売らずに自分の土地を守ってここに私は公園を作るんですっていってまだにこういう場を作られている方もいらっしゃるのでやっぱりその古い伝統や文化と今の,その新しい発想ですよねっていうものがここまあ震災があった東北の地域には少しずつ芽生えているのかなという印象を持っています。 先ほどのロート製薬の方々お二人ですけれどもこの方々は2人ともそれぞれ関西と関東で30過ぎぐらいの子ですけれどもまあ営業マンとしては非常に優秀でものすごい売り上げを上げてたような子たちが、まあ、会社の,その会長さんの意向でもあり本人たちの意向でもあり東北のために何かしたいという最初は社会貢献的な形で来られたんですが蓋を開けてみるとやっぱりその東京ではできないような経験 先ほど言われたあの自分で考えて行動するっていう自立っていうこと自体がやっぱり大きな会社ではなかなかできなかったりとか先ほど年功序列の話もそうですねそういうことも含めてここに行くと何もない全部自分でやらなきゃいけないみたいなところからものすごい成長されましたし逆にその成長が我々森宮スを立ち上げるきっかけをものすごい加速してくれたりもしたので多分地域と企業っていう視点でも今東北の地域ではこういう変わったことが起こり始めていますね。 あとはあの家畜も最近はすごくあの一生懸命え仲間にこう取り込んでいるというか今ヤギを一生懸命探しているのでもしお近くにヤギがいていらないよとかあの人安く譲ってくれるよっていう方がいたらぜひご紹介いただきたいんですがえ鶏もいますしえ豚もいいまますすし豚やっぱり循環型の暮らしなのでえ子どもたちがただ食べ物を取ってきて料理して食べるだけではなくてですねそれが最終的にはコンポストになったりとか家畜の餌になって肥料になったりっていう循環こそが やっぱり昔の日本の農家がやっていた暮らしなんでしょうしそういうこと自体がやっぱり今の現代には欠けてきているのでこういったことも今のさすがに地元の人も価値は分かってないんですよねなんですが我々はあの少しずつこういった動物も取り入れながら同じ仲間として循環型の暮らしを形成しています。 とにかくあの先ほども柳沢先生の話を聞いていて思ってたんですけどもあの、まあ、学校教育でもやっぱり自立とかそういうことを考えるんだなっていうのと同時にやっぱり外に出ると子どもたちにとっては全てが遊びででもその遊びが全てこう経験になっていくというかやっぱり楽しいからこそ学べることっていうのはあると思うんですよね。あの変な話東京ではね公園にすらもう行けない子どもがいるとかっていう話は時々聞きますしやっぱり遊ぶ場所がないとか。 遊び方が変わってきてすべてがゲームになっていたりっていう部分もあると思うんですけども結局こういうところに解き放つと子どもたち自分なりに遊びを考えますし僕らはやっぱり循環型の暮らしっていうのはある程度感じてもらいたいので押し付けがましくはないですがやっぱりそのご飯を食べるために間伐してきてその木で薪を作ろうよと。 お風呂を沸かすのも我々全部脇ボイラーでやっていますのでそういうことも含めて子どもたちに体験してもらっていますし海に行けば先ほどの漁師さんが養殖漁業についていろいろなまあ工夫であったりとか先ほどの自然界の中の恵みを頂い,いているっていう考え方であったりとかあとはやっぱりその食べ物がどこから来てね誰によって作られているのかっていうその人の部分も含めてあの子どもたちにはいろいろこう感じてもらえる機会がたくさん漁業ではありますし。えー 農業もまあ漁村なので農家さんほとんどいらっしゃらないんですけど我々なりに昔地域の方がやっていた畑を開墾したりとか工程を無理やり水田にしてしまったりとかこういう形でやはり農業に触れる植物を育てる食べ物を自分で育てて食べるっていうことも体験の一部としてやらせていただいていますあの火をつけるのもすごくあの子どもによってはうまい下手が分かれたり工夫できる子できない子さっきの指示待ち指示がないとできない子とか あとはうまい子でも最初はマッチ1箱渡すのがだんだんその渡すマッチの数が減っていったり最終的に非打ち医師にするとかやっぱりこう試行錯誤をするとか自分で考えて何か結論結果を見るもしくは失敗をさせてそれを乗り越えさせるみたいなことはなかなかやっぱりこうデジタルの世界では難しいと思いますしこういう自然が豊かな場所日本の地域だからこそできるもともと地域にあるそういった知恵があるからこそ子どもたちに展開できるっていう部分はやっぱりすごく感じますね。 これはあのキッザニアではやっぱりできないことであの我々もキッザニア時代にはあのアウト・オブ・キッザニアっていう野外プログラムを結構やってたんです、ね、でそもそもは企業の工場とか行ってましたけどやっぱり子どもたちは一番農業とか漁業とか林業に触れるところにあの喜びを感じていたので、まあ、そういったなんでしょう自然の中で生き生きする子どもたちとでも社会課題をすごくたくさん抱えている地域。 のこののギャップっていうものを私はここ10年ぐらいすごく感じていたのでそれが何か今のこの活動にすごくつながっている感じですね地元の方は今1,000人ぐらいしかいらっしゃらないと言いましたけれどもこの森ウミアスの近くには100人ぐらいの方々がまだお住まいでそのほとんどがこの学校の卒業生ですねうちの従業員の一人もこの学校の卒業生の28歳の女の子がいますけれどもこういうやっぱりあの 家庭の関係というか田舎がない子どもたちもたくさん来たりしますのでおじいちゃんおばあちゃんに出会えるとかおじいちゃんおばあちゃんにとってもこういう若い人が来るだけで町がにぎわっていいねって言われる方もたくさんいらっしゃいますしえまさにこういう本当に1,000人の町なのにえ我々ボランティアの数でも5,000人え去年1年で2,000人ぐらいえ子どもをはじめ大人の方々が来られてるんですよね。 やっぱり交流するっていうことがあの一つ地域の在り方なんじゃないかなと、まあ、よそ者の私だからこそあえてあの感じている部分で逆にそういう形でしか僕らはこの雄、まあ、勝町であったりとかこの地に貢献できないのかな震災からの復興っていうのはこういう形で何かあの新しいエネルギーをこの地に入れられないのかなと思ってやっておりますので子どもの教育を通じて何かこの町が元気になっていけばいいなっていうのが我々のこの事業のミッションですね。 あの簡単にまとめますとあの一番がやっぱりその教育環境をまず作っていくというところですねでそれも学校教育とはちょっと違うあの教育じゃないということもよく言われたりとかするんですけれどもあのやっぱり生きるということをそもそも体感してもらうということですねあのまあ世界的に言うとどん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 やっぱり人口が増えていって自然環境資源が枯渇していったりとか気候の変動っていうのも激しいですよね明らかに台風が不思議な 震度を進んでいるとか温暖化だとかあとはやっぱり災害に関してもあの最近も鳥取で地震があったりその前は熊本で大きな地震があったりどんどん災害が日常化している中でやっぱり50年100年後っていうことを考えたらちょっと私個人としてはすごいゾッとするんですよね。でそういう時代を生きる子どもたちだからこそ、まあ、こういった自然と共に生きるとか自然の素晴らしさ逆にそれを守るみたいなことを感じてもらうっていうのは非常に重要だと思っていますし。 これは世界的にも今 ESD というエ o ュケーション・フォー・サステナブル・デベロップメントってもっとかなり大きい領域ですけどももう活動は始まっていますので日本でも文科省をはじめ少しずついろんな地域でこういうことを学校現場でも取り組み始めていますでそういうことをしているとやっぱり人が来てくださるんですよね僕らがとにかく外の人にリーチするっていうのもあるんですけどもやっぱり場があると人が集まりますのでそういった形でとにかく外から人を集める 特に海外からも人を受け入れていくというところでいろんな多様性だったりまた新たな可能性というものが生まれてきますので世界という部分も含めて少しずつリーチをしていくということが2つ目ですねで3つ目は先ほど言った従業員の1人が、まあ、大月の出身の子だったりとかもしくは地域の方々がとにかく人が来ることが嬉しいとこの間も地元の地区会長の奥様と話していたら マキボイラーでお風呂を沸かしているので、えー、毎日山の上の方を見ると煙が上がっているとで住民の方々はその煙を見るとあ今日も森宮市にたくさん人が来てるんだなとその漁業の作業が終わった後に家に帰りながらふと山の上を見るとあ何かこう賑わってるんだなっていうところがある意味まあ生きがいっていったら大げさかもしれないですけどもう日々のそういう生活の中に組み込まれ始めてるんですよねやっぱりそういう変化っていうものがあの人の交流っていうものは育みますし とにかく高齢者がやはり多い地域なのでそういったことを地域に来ていただいた方々っていうのは残していただけるのかなとで最終的には僕らこれは事業としてきちんと続けていこうっていう思いを持ってやっていますのでやっぱりその寄付に頼ったり助成金に頼ったりっていうことではなくてやっぱり来ていただいた方々とともにこれを事業として回していくことが最終的には地域に還元されていくと。 あのこの1年見ているとえ我々が皆様からいただいたその売り上げといわれるえまあ収入の4分の1ぐらいはえ地域の方々にまあ食材を調達させ,るさせていただくとかいろいろな提携するえ会社さんにお支払いしたりとかえ漁師さんだとか農家さんだとか語り部さんとかっていう方に講師として来ていただいたりとかっていう形で流れていっていますのでこれがやっぱり100年続くとえこの町はすごいことになってるんじゃないかなっていうのはおぼろげながらえやっぱりイメージしていますし。 でこれは決して何でしょう別に大月に限って、ね、森ウミやスがあるからっていう話ではなくてやっぱり各地域に資源はありますしでも先ほど言った人が足りないとか仕事がないとか、えー、とにかく高齢者ばっかりで若い人がいないとかっていろいろないものもあるんですけども、まあ、それは外からの力を借りちゃえばいいよねっていうのがあの私の考え方でやっぱり企業もそういうところに入っていきたいっていうところがどんどん増えてきていますし そういうとにかく人とのつながりを大事にするっていうことで、新たなその地域の在り方っていうものが生まれていくんじゃないかなと。先ほどのあのウニの話本当象徴的だと思うんですけど、あの地元の人はそれが当たり前なんですよね。そういう日常こそが非日常的になり始めている世界的にえと思うので、私の究極の夢はま自分ももう40あの40年生きてま人生半分かなと思っていて。 次世代のために何がでできるんですかって例えば柳沢先生に私が今聞かれたと,としたらこういうやっぱ仕組みを子どもたちのために作っていくことが多分子どもたちがその次の世代もしくはもうその次の世代まで、えー、ま社会を良くしてくれるだから決して自分は政治家になって今の世の中を変えたいとは思わないですしむしろ自分ができることっていうのは今もここに来てくれている子どもたちのためにこういった場を残すことがあとはそこに来た子たちがどん,どんどんどん社会を変えていってくれるんじゃないかなと思っているので。 今後アジアをはじめアフリカやいろいろな世界中の国がどん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 経済成長して東京のような街が出てできていった時にやっぱりなんか日本の自然っていいよねとか日本の田舎ってすごくいろんな資源があったりすごくいろんな知恵が集まって皆さん暮らしてるよねそこに夏休み行こうよっていううねりがアジア中にできることが僕は一つ夢だなと思ってますしそれが日本の在り方でもあると思うんですよね。これまではものりりりだだっったたハード寄りだったのが 私はもうちょっとソフトに日本も寄っていいんじゃないかなと思うのでこういう地域資源を使って子どもたちを教育していくっていう、まあ、ある一つのブランドのようなものが世界的に浸透していくことが、まあ、日本の地域のためではもちろんあるんですけども最終的には日本の国のためにもなるんじゃないかなと思って今活動させていただいております。時間がま、ね、あれですもんね。 こんな感じで後ほどトークセッションもさせていただきますのでぜひ皆さんの感想やご意見も聞きたいですし他の方々とのお話も楽しみにしながらぜひ、遠くのために何ができると思いますかってよく聞かれるので今のうちにそれだけお答えしておくとまずこれ聞いたことを皆さんでいろんな方に話してくださいね。ぜひ職場だったり家族だったり自分たちの子供だったりお友達だったりいろんな方に今日こんなことを言ってた人がいたよとかでもし気が向いたり時間があったりお金に余裕がある方はぜひ遠くまで来てください。 やっぱり僕が話す以上に現地ではいろんなことが起こっていますし、まあ、これは東北に限らないんですが、まあ、私が補欠庁にいますのでぜひこれをご縁に我々、森宮総括長とつながっていただければ嬉しいです。今日はありがとうございました